今回は白河氏の池材の製材ですね。しかもかなりワイドな巨木です。今そうですね、これスライド、まあ以前の動画見てもらうと分かるんですが、あのスライドのタイプのチェーンソーの製材機なんで、あのスライドさせるレール、それをあの水準器レベルですねで測りました。まあどうしてもこのタイプだとなかなかピタッとはいかないんで、あの希望寸法より少し目安に製材していきます。まあ、バーが幹に収まるまでがかなりザザザザザザザって弾いちゃうんですよね。でこれ他の方がやられてる動画とかも自分も見たことはあるんですが、この刃の揺れをまあ指で押さえたりとかっていう風にやられてた方もいますけど、ちょっとまだそこまで慣れた機会じゃないんで、まあ、ちょっとゆっくり入れていきます。ただ実際言うと横で振幅3センチくらい上下に、バタ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 入れてましたね。この辺まで来ると少し動きが落ち着いてますが、それでも結構揺れるんで、実際のチェーンソーのそうですね、装置の幅よりかなり大きめには取れちゃってますかね。まあ、一応予想はしてたんで、まあ、希望寸法にはなんとか収まる感じにはなると思うんですが、結構だから切削幅はかかりますね。まあ、手で順番に進めてたんですけど、やっぱりあの揺れて戻っちゃうような感じなんですよね。それでまあチルホールの方をセットです。まあ、チルホールってあの伐採とかによく使うやつですよね。まあ、これの便利なとこはあのレバーの位置変えればあの戻せるっていうとこですよね。であのゆっくり往復で運ぶことができるんで、チルホールの方をセットしてやっていきます。まあ、自分ほとんど一人作業なんで、どの道具にも愛着ありますよね。このチルホール使ってやってた時っていうのも、まあ、他の方だとまあ大体チルホール巻いてとか抜きで特殊材切る時あれですよね、チルホール俺左手でやりながら右手で片手でチェーンソー持って切ってましたね。あの、まあ、状況はそういう状況の方がですね、巻きながらあの 片手でチル巻きながらあの追い口切っていったりとかやりましたよね。そうでチルホールセットしたら、まあ、割に順調に進むようになったんで、ただこれ本当6倍です。実際このぐらいの速度でいけばいいんですが、ものすごくゆっくりあのチル動かしてやってる形ですね。ワンカットが終了しました。これで一応あの手前の実際言うとあのレール1回外して、あのフォークリフト1回搬出でひっくり返されにして台を設置して、その上に乗せてる状況ですね。
まあ、あの希望の寸法のとこ、そうですね、台作って希望の寸法のところに、あの全体のこれあのレールの高さも移動できるんで、それをやってレールを設置で、枝分かれのとこを掃除して、あの作業を始めていくところです。枝分かれのとこ綺麗になりましたね。バーの方が収まってくると、だんだんブレの方も少なくなってきてます。まあ、自分のとこものすごい入れてますけどね。あのただ多分これ次の時にはこの自分でも画像を見ながら今そうですねナレーションしてて、まあ、もうすぐ次のこと考えるんで、この多分真ん中のブレを減らすあの装置を多分次は作ってますね。
カットが終わったとこを1枚下の方を抜いてまた残ったとこを設置しているところです。それで移動しないように四方に火災を打ってるんですよね一応。でそれでまあ大丈夫かなと思ってやってたんですが、最後のとここの後画像出ますがグイッて動いちゃいましたね。これですね。これで結構食い込むんで、食い込む取るの結構時間食っちゃったんですが、でちょっと食い込んだ勢いで今息子がいる側ですよね、自分の反対側がちょっと薄くなっちゃいましたね。まあこのタイプの機械他で製造されてる画像とかも出てるんですが、通常の平行にバーが幹に当たっていくんですよね。ただうちのこのタイプ改良されていて斜めに出てきます。まず手前の方が出て奥が順番に出てきますよね。要はここまで来ると変わらないんですが、最初の時ですよね、ノコ入れの時にバーが入り込んでいく時にいきなりドーンと入らなくって斜めに入っていく形ですよね。そうすると手前から入ってて順次こう当たる面積が多くなっていくので、同じこのモデルとすれば後半にできたモデルでしょうかね、そういうとこが改良されていきなりドーンって当たるとなかなかやっぱ制作抵抗が大きいので、この斜めカット傾斜カット、俺らが言うとスラントカットですよね。傾斜させてバーを侵入させるやり方ですよね。製材のいつも使ってる方でもこのほらスラントって使う時はあるんですが、斜めにノコ入れが硬い木とかだと少し傾斜をつけて製材していく時があります。今末っ子がカメラ撮ってくれてる画像に変わってます。自分の方がだと危ないんで、自分の方の方についてる窓の外からですね、建物の外からズームで撮ってるんで ちょっと画像ブレて見にくいかもしれないですけど、そうじゃなくても結構別の意味でブレますね。この振動がかなり揺れてるんで、自分自体もかなり揺れてる形ですよね。ちょっと画像見にくいかもしれないですが、実際製材速度こんくらいですよね。これでも結構自分ちょっと早く送りすぎかなとかって思ってるくらいですね。今自分が手を置いてるとこ、置いてあれな、危ねちゃ危ないんですけど、置いてるモーターのとこありますよね。大きさで言うとこれ通常の、そうですね、ワット数で言うより大工さんたちがよく使われてる自動のプレーナーだとか、あれについてるモーターのものによったら2倍か3倍くらいのイメージの大きさです。結構でかいですよね。11キロあるんで、かなりの大きいモーターですよね。本当そのモーターに直にこのデッキ層、要はチェーンソーのこのバーですよね、それがついてる形です。で低速でトルクがあるんで、今回の白樫でも基本的には止まることなく、チェーンの方は結局ね何回か外れたりずれちゃったりしたんですよね。で今もこうやってちょっと戻して食い込んだとこ緩めてですよね。でそれで繰り返しやったりして、なんとか今回も製材が完了しました。今一番最後のカットのところを息子が撮ってくれてますね。一番最後のところ薄く撮りたかったですね。これもと
あと1枚取ろうか取らまいかと思ったんだけど、やっぱひらが出てるとお客さんの方なんかどうか使うイメージが湧くと思うんで、薄く舐めるように、ただやっぱ舐めるって動作はしづらくて、バーが逃げちゃったんで、こっち側から1回入れて向こうから入れてとかって何回か繰り返して、なるべく実行寸法に近いようにして、今カットが終了したところです。製材の方が完了したんで、引き肌の方を見ていきましょう。あと前傾ですね、画像を出していきます。できそうの、そうですね、この装置の後なんか良くないですかね。え、俺これちょっと最初の時、実際も最初イメージ気づいてたんですが、うちらで言う、ただ今製材やられてる方でも初期の方からやられてる方くらいだとイメージがあるかもしれんけど、昔の組あさりの刃の跡に近いですね。まあチェーンソーの刃を製材用に加工するリッピングですよね。あれだと逆に言うと左右ブレも少なくなって、製作抵抗も少なくなって、こういう傷もつきにくいんですが、通常のこれですよね、やると。だから製材の、そうですよね、製材の歴史的にレトロ、本当のレトロですよね。昔のその組み合わせり、要は右左に刃が順番に並んでいた時の刃の跡に近いイメージです。だからまあそうですね、レトロだとかね、そういうマットテイストとかっていろいろ言い方はありますが、本当にまあ製材の歴史からしてもレトロ調です、引き肌が。それもあって自分的にはなんかすごくいい感じだったんで、リピング的な加工もせず、今回ちょっと製作テイクはかなりきつめだったんですが、まあ白かしですしね。だけどこの引き肌を手に入れたかったんですよね。いい感じですよね。ちょっともう気持ち離れてこうスケール当ててる画面とかだとね、いい感じの肌だと思います。で今回有効ワイド幅1700そのまま行きました。なんとか無事に製材ができてよかったです。まあお客さんに実際納品してもお客さんもすごく喜んでいただいたんで、よかったです。あれですよね、これ、まあ、バーとかもすぐ外せるんで、すぐ格納です。次、ちょっと画像的にうまくつないで出せるかわからないですが、曲がり針とかに使う長尺ですよね。それの長物を引いたりしたいです。で、あと上に、ここの工場ですよね、トラス構造を作ってあるんですが、トラス用の、太鼓針って言えばいいのかな、ダブルビームの針を作っていきます。それもあるんで、すぐ場所を開けたいんで、すぐばらして、格納していきます。まあショート動画で出したりしてますが、その間にフォークの修理もして、それも完了しています。